はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これはアリザイですね。こちら、八重洲のレモンサワー。果汁が 10%。10% か。これ多分以前も飲んだことあるんですけど、近くの、薬局で売ってたんで、久々にね、ちょっと、飲んでみようかなと、思いました。こちらは、原材料名がレモンと、加糖ぶどう糖液糖と、香料と酸味料。容量が 300ml で、販売者が、日本酒類株式会社。日本酒類販売株式会社。レモンサワーは、えりすぐったレモンだけで、作られたレモン果汁入りの炭酸飲料です。焼酎やウォッカなどで割ってお飲みください。レモンの爽やかな香りで、味もまろやか。若い女性にぜひ、おすすめしたい飲み物です。となっております。うん。これ値段が多分、100円ぐらいだすね。うん。懐かしいな。久々にこの氷をね、使いましょう。よし。ローソンストア100。ね、108円でこの 1.3 キロ入っている。これは超おすすめです。これから、あったかくなってくるんで、特にね、必要かな。そして、宝酒造の、焼酎。適当です。やっぱ焼酎って言ったら宝酒造なんだよ。よし。よっ。でも本当にあれだよね。氷。ローソンストアのさ、1.3 キロのさ、108円のさ、氷さ、あれさ、やべえよね。コスパやべえ。あれ、いつか来ると思うぞ、あれ絶対。いつか、絶対あれ、赤字なんですよ。確実に。あの商品確実に赤字なんで、まあ、いわゆるその、損して得取れタイプですよね。だから、それが売られてる、ところに、まあ、買いに行って、で、他のやつも、ま、いろいろ、こう、買うっていう、その、集客効果ね。まあ、いいや、完璧。あ、うん。うん。やっぱ 10% もレモン、使ってるってことは、やっぱ酸っぱいね。わりかし、キレートレモンサワーよくは酸っぱくないんですけど、レモンサワー。最近さ、ここにさ、これちなみに、これマウスパッドの、手に、こう、置いてこうやるやつ買ったんですけど、これが低反発で、って書いてあるんですけど、結構硬いんですよね。うん。で、俺よくこうやって肘ここでついて、ね、離したりするんですけど、その時にここで、血がね、血流が止まるんで、で、さらにこちら、これ、ダイソーで売ってた、マウスパッド付き、違う。なんとか、こうやってやる。本当はここにマウスパッドあったんですけど。うん。これすごいいいんですよ。これ分解して切ったんですけど。100円で、リストレスト付き。これがリストレストって言うんですよ。
リストレスト付きの、ね、マウスパッド。これもこう、置いて、こうすると。うん。だいぶね、楽になります。すごい、普通にやってるとね、血流がね、止まってね、痺れてくるんですよ。えりすぐりのレモン果汁を使用したアルコール割り剤飲料のロングセラー商品。糖分控えめで すっきりとした味わい。うん、美味しいですね。うん。まあ、レモンサワーって、ね、結構、ほら、人気じゃないですか。まあ、その中でも俺は一番、好きなのが、一番レモンサワーの中で好きなやつって、まあ、割り剤でしたよね。やっぱコスパ的に考えると、さっき言ったローソンストア100に売ってる、700cc ぐらいの、レモンサワーの割り剤のやつね。あれがすげえコスパ高いんですよ。で、あともう一つグレープフルーツ味があるんですよね。で、レモンとグレープフルーツ、どっちがうまいかって、個人的にはグレープフルーツの方が好きなんですけど、まあ、あれに比べると、酸味が強いですね。こっちは。この八重洲のレモンサワー。うん。うん。関係ないんだけど、今日精神科に行ってきたんですけど、ものすごい鼻水が止まんねえ。やっぱ花粉症になったな、絶対。今まで花粉症なったことなかったんですけど。未だにもう、外出たらもうすごい鼻水が。くしゃみと鼻水です。だから、マスクをね、まあ、買ったんですけど。うん。この八重洲サワーの会社の、ウェブサイト。作り方がグラスを用意し、7分目ぐらいまで、氷を入れます。氷類焼酎と八重洲サワー、かっこレモンとグレープフルーツを、1対2の割合で注ぎます。あ、なるほど。グレープフルーツ味もあるんだね。あ、グレープフルーツ味もあるのか。飲んだことないかもな。グレープフルーツ味は飲んだことない。見たことないね。そもそもこれ自体置いてるって店舗はほぼないんですよ。うん。うん。このレモンサワーは、1500ml のやつも売ってるみたいです。うん。たださ、1500ml のやつってさ、炭酸抜けるじゃん。絶対1500も使わない、一回目飲めないでしょ。まあ、半分ぐらい飲んだとして、絶対炭酸抜けるんですよ。だからこそこの瓶ね。ペットボトルだと絶対ほっといても気が抜けちゃうんで、まあ、そういう意味では瓶が一番炭酸のね、まあ、強いと。だから炭酸水とかも賞味期限があるでしょ。賞味期限以内に飲まないと、大体気が抜けてるんですよ。未開封でもね。うん。
ああ。まあ、あんまり、焼酎と、レモン100%ジュースを入れて、で、炭酸で割るみたいな。炭酸水で割る。まあ、強炭酸水ですね。主にね。俺が使ってるのはね。アマゾンで売ってる強炭酸水のボックスとかね。そこらあたりを。よく飲むんですけど。でもまあ、これ容量 300cc なんで、300cc で値段100円ぐらいってなると、まあ、やっぱ若干高い。高いは高いですよね。一応これ Amazon にも売ってるみたいですね。これが24本入りで、値段が2475円。1本あたり103円となっております。グレープフルーツサワーも売ってる。だから一番メジャーなレモンサワーって言ったらね、なんだっけ。何のレモンサワーだっけ。レモンサワー。あれ、何のあれだったっけ？何のレモンサワーだったっけ？有名な。あ、ハイサワー。ハイサワーのレモン味ね。これがすごい、まあ、一般的にすごい、まあ人気っていうか。ただ、ハイサワーはすげえ高いんで、値段が。ハイサワー値段高いんだよ。ハイサワーのレモンは、ちなみに値段が、360ml で Amazon で売ってますが、140円と。まあ、だから感覚で言ったらこれよりは高いですね。あと、ハイサワーのレモン味は、まあ、何度か飲んだことはあるんですけど、結構酸っぱいんですよね。あ、これも10%、ハイサワーも10%入ってんだな。これも酸っぱいけど、多分ハイサワーの方が酸っぱいな。まあまあまあ。まあまあまあ、あれですよ。まあ普通に美味しいんだけど、まあ。300ml で100円っていうのが、まあ、そこら辺がちょっとネックではありますよね。でもほら、やっぱり、焼酎入れて、レモンジュース入れて、炭酸で割ると、どうしてもね、これ砂糖入ってるじゃないですか。だから砂糖の味っていうのが、まあ、入れられないんですよね。普通に自分で作るってなると。だからどうしても酸っぱくなっちゃうんで、まあ、やっぱ若干のこの甘さがあり、まあ、ほとんどないけどね、でも実際。まあ、たまにはこういうのもいいでしょう。たまにはね、こういうのも、粋ですよね。
甘み。まあ、甘みそんなにない。香り。うん。まあまあまあ、これはあれですね。はい、と。2233です。ご視聴ありがとうございました。